まれた時からずっとこうやって一緒に暮らしてるみたいな気がする。これからだってずっとそうだよ。そうだといいね。なんか私、一旦ペンが止まると急に心がふわふわしてきて、あの首のガリの絵完璧だったんだ。あなたたちに私の漫画がわかるはずない。まるで現実みたいでした。彼女の意識下に入り込むことができるのは藤田さんしかいません。教えてくれ、どうしてあんなことしたの。発明時期に元通りになるからさ。そしたら母さんだけ会ってやってよ。そうね、そうするわ。いや、こう言うと残酷かもしれないけど、読者も薄々感づいてるんですよ。初見は本当に俺ともう一度会いたいと思ってるんでしょうか。私もうこのままずっと目が覚めないんだよね。俺が絶対そんな風にはさせないから。これが私、目が覚めても忘れないで。ここは私の意識の中でしょ。どうにでもなるんだ。